オフの日はあんまりセットしないのがこだわりなんですけど、ヘアオイルはつけてドライヤーして、もうあとはもう自然体のままいるのがポイントです。髪の毛のケアは結構こだわってる方だと思います。シャンプーして、シャンプーもしっかりこうちゃんともみもみして、でその後一回タオルドライしてからトリートメント塗って、時間を置いて流すっていう、タオルドライするのがポイントです。ヘアケア王は誰だろうな、白い悪気じゃないですか。ちょっとやっぱサラサラ、一番サラサラなんじゃないかなって思うんですけど、でも多分ちょっと元々の髪質がに恵まれてる気がするんですよ。なのでヘアケア、隠れヘアケアは僕だと思ってます。ソルレの新商品、ミッドナイトフィグの香りがする上品なシャンプーになってます。皆さんぜひ試してみてください。